バーラーナシーのマハーラージャとその低身ラージャあるいは、ラージャーとは、サンスクリット語の語彙で、君主語、または、貴族の称号のことである。強大な権勢を持つラージャは、マハーラージャという、日本語に訳せば、王、意訳して、豪族の意味。インドのみでなくその影響を強く受けた、ヒンドゥー教時代の東南アジアにも伝播し、王、または、 王族、貴族の称号として定着した。日本では、エンマ大王が、エンマラトと訳されたことがある。ラージャの語は、紀元前2000年期半ば頃からインドは大陸に侵入したアーリア人たちの族長、ラージャンに由来し、さらに古くは、ラテン語の王を意味する語、レークスと同源であるとも言われる。ラージャンの地位は世襲される傾向が強かったが、 部族の成員から選出された指導者としての性格を持ち、その権力は、サバー、サミティなどと呼ばれる、部族集会の制約を受けた。ラージャンに付随する存在として、軍事面で、ラージャンを補佐する、セーナーニー宗教面で補佐するプローヒタの地位があった。アーリア人の部族内において、その構成員は、原則的には平等であったが、やがて、 ラージャンを中心とする有力者層ラージャニアと一般構成員シュの区別が明確になっていった。ラージャンを助ける司祭職も世襲される傾向があり、このラージャンと司祭の関係はやがてインドのカーストの中でも中核をなすクシャトリアとバラモンの関係の原型となっていった。後にラージャの権限が拡大するとマハーラージャが新たに用いられてラージャの後は 貴族や有力者に用いられるなどして、一般に、格は落ちた。その後、マハーラージャーディラージャー大王、または皇帝の意味も用いられ、マハーラージャーも格が落ちた。クシャーナ朝では、ペルシア帝国の称号、シャーハンシャーを訳したラージャーディラージャーも用いられた。イギリスの植民地支配下では、ラージャは、藩王の称号の一つであり、この場合、支配する領域は、 半王国と呼んだ。イスラーム伝来以前では、ラージャは王や王族に使われていたが、イスラーム伝来後、回収した王には特にアラビア語由来のスルターンの語が使われ、こちらでも語の格は落ちた。しかし、サラワク王国などでは、ホワイトラージャと称されたことに見られるように、ヒムスリムの王に関してはこの語が使われ続け、日本の聖一対将軍は日本のラージャと呼ばれた。 現在でも、マレーシアのプルリス州の君主であるジャマルライル家の当主はラージャを称している。サイドシラジュディンサイドプトラジャマルライルは、第12代マレーシア国王に選出されている。タイでは特に王に、ラージャの語を王の称号として使うことはなかったが、ラージャの語は、生って、ラート、ラージャー、ラッチャなどと称され、王の名前の一部として取り入れる傾向があった。 特に、マハーラージャは、マハーラートと称され、歴史上偉大な仕事を成し遂げた王に、付与されたり、ラージャーディラージャーは、ラーチャティラートと称され一部の王に、名前の一部として使われた。ありがとうございます。